お世話になっております、ルノー所沢の杉山でございます。皆さん、本日ご紹介いたしますのはこちらのカングーになります。今もう大人気のカングーですね。もう新車がないので皆様中古で探す方がとても多いです。その中でもすごく程度のいいお車入ってまいりました。年式が2016年のものです。走行距離がなんと14000キロと走行距離あまり伸びてないお車となっております。それでは皆様、まず外装から私と一緒に見てまいりましょう。それでは外装から見ていきたいと思います。外装がですね、カングーはキャンプとかに行くので結構傷が多かったりすることもあるんですが、このお車に関しては本当に綺麗なお車となっております。小傷などもほとんどちょっと見当たらないくらい綺麗ですね、はい、ホイールなんかもガリ傷等はございません。しかもですね、ルーフレールが最初からついております。こちらオプションで頼まれますとかなりのお値段がするものなので、こちらかなりお得になっております。大きな傷やへこみ等もございません。そこまで深く気にされない方でしたら本当に綺麗な状態になっております。でこのまま今リアを見ていただいておりますので、ちょっと開いていきます。こちらはこのようなこうウッド調のものになってますね。後ろにも特に大きな傷はございません。トノボードなんかも破損がなくて本当に綺麗な状態を保っております。とてももう5年以上経っているとは思えないですね。ラゲッジルームなんかも荷物をほとんど乗せなかったのかなっていうくらい、あまりすれもないですし綺麗な状態ですね。はい、こちらのドアも傷は基本的にないですね。それではこちらも見ていきましょう。しかもですね、こちらはタイヤホイールが OZ 製のものになっております。こちらもオプションなんですね。かなりオプションがたくさんついたお車になっております。でどうしてもドア部分なんかにはちょっとやっぱり小傷はございますね。こちらです。ただほとんど気にならないくらいの小傷だと思います。ぐるっと一周回りました。はい、私も今まで見た中でもかなり程度がいいカングーだと思います。次は内装のご紹介をさせていただきます。はい、それでは次内装を見ていきます。はい、内装もですねかなり綺麗な状態になっております。大きな傷と細かな傷とも本当にそこまで見当たりません。で結構中古車ですとこの鍵周りに傷が多いお車多いんですけれども、結構こちらあんまり傷がないですね。前の方はかなり丁寧に乗られていたのかなっていうご印象を受けます。で私が一度ちょっと乗ってみたいと思います。はい、私もちょっと周りハンドル周り見させていただいてるんですけれども、このような景気のメーターの周りなんかにも細かい傷もあまりございません。というよりかなり綺麗な状態になっております。でマニュアルのお車ですのでシフトレバーなんかもかなり使うのでお傷があるかと思いきや本当にこちらも綺麗ですね。
で、またこちらはナビはないお車となっておりますが、リアカメラはこちらのミラーに映し出して使うことができます。ちょっと戻してみますね。こういうふうに後ろリアカメラが出ますね。はい、しかもですね、こちら見ていただくとルノーのマークがありますね。これ開きますね。こちら USB のポートもついております。これ私も初めて見ましたね。中がこういう風に光ってかなりかっこいいですね。しかもですね、 ETC もついてます。はい、それではいかがだったでしょうか。こちらカングーのマニュアルですね、前のマニュアル、いかがだったでしょうか。内外装ともにかなり綺麗なお車となっております。しかもですね、オプション品かなりもう初めからついているお車ですので、もう乗り出しにはもってこいのお車となっております。皆様ぜひですね、こちらのお車はご来場いただいて、ご自身でご確認いただいた方がよろしい一台かと思います。皆様のご来場を心よりお待ちしております。ビジナグループでは、個人間で車のシェアができるカーシェアサービスのエニカが導入されました。現在はシトロエンの C3 エアクロス、C5 エアクロスを貸し出し中です。ビジナグループでは今後、皆様により手頃で安心してお乗りいただける輸入車を続々導入予定です。貸し出し場所はシトロエン所沢はもちろん、小手差駅、西所沢駅でもご利用いただけます。ぜひアプリをダウンロードしていただき、輸入車の魅力をお楽しみください。皆様のご利用を心よりお待ちしております。